わさびさん、今日初めて聞いたんですけど、すごくうまくて、わさびさんいないか、ね、いないけれども、私初めて聞いてですね、すごいいや、うまいな、高校生っていうことでびっくりしたんですけど、これまたしばらくその受験勉強で活動休止っていうことで、ね、ちょっと寂しいじゃないですか。おじさんたちは